2008年12月、花テレビはバグダッドのキリスト教徒のクリスマスを取材しました。この番組は現在のキリスト教徒の様子と平和への願いを伝えています。こんにちは。メリークリスマス。平和と安全がすべてのイラク人にもたらされますように。今年は少し違います。去年は大変でしたが、今年は少し良くなりました。もちろん占領前の方が良かったですよ。占領軍がいるからですよ。彼らがいる限り本当のクリスマスをお祝いできません。メリークリスマス。イラクが平和になり、誰もが幸せなクリスマスを過ごせればいいと思いますね。安全もないのに本当のクリスマスはできません。私は安全が欲しいだけです。モスルで大変な目に遭って難民になってしまいました。メリークリスマス。イラクの状況が良くなってほしいです。キリスト教徒として、イラク人として、私たちは祭日を過ごし幸福になることができるのです。はい、もちろん占領期間の以前の方が良かったです。もちろんですよ。宗派の紙幣などがいますね。たくさん準備をしてクリスマスのために新しい服を買いました。家の中でも教会でもどこでもお祝いをしています。神様のご加護があるようにお祈りをしています。どういたしまして。